ドローン検定3級の今回は2回目なんですけれども、基礎知識と機体の動きについて説明していこうと思います。早速、基礎知識に入りますと、このドローン検定のドローンっていうのが一体何だって思われますよねこれは無人航空機のことなんです。ちなみに、これは試験に出る重要な項目です。 そしてこの無人航空機なんですけれども、一般的にはこういう形のを思い浮かべる人が多いんじゃないでしょうか。これはマルチコプター型と言うんですけれども、無人航空機はこれだけじゃなくって、他に飛行機型とヘリコプター型があります。ですが、このドローン検定における無人航空機と言ったら、このマルチコプター型の問題が多く出ます。 そして、これは試験に出るんですけれども、無人航空機っていうのは UAV っていう別の名称があります。ですので、問題文の中でこの UAV が何かって出たら無人航空機のことです。ちなみにこの UAV が何の略かってことなんですけれども、unmanned aerial vehicle ってことらしいです。 他に問題として出る場所っていうのは、このマルチコプター型っていうのは回転翼機とも言います。これは字の通りなんですけれども、回転する翼がついてますよね。あとは、このマルチコプター型の無人航空機、つまりドローンをどうやって操縦するかっていうことなんですけれども、こちらのプロポっていうものを使います。 なお、プロポは送信機のことなんですけれども、これ、試験に出ます。まあ、考えればわかると思うんですけれども、このプロポを使ってドローンを操縦するわけですから、我々が手でいじって、えー、電波を飛ばすっていうことですから、送信機になります。なお、試験の中では、プロポ、送信機って出てきますけれども、これ何の略かっていうと、プロポーショナル式のことです。 次に行きまして、このドローンのそれぞれの場所の名前を答えなければならないっていう問題が出ます。まずこの回転する翼のことなんですけれども、ブレードまたはプロペラと言います。まあ、プロペラっていう言葉はよく聞くんですけれども、このブレードっていうのは、まあ、ゲームやってる方だったら刃物のことですからね。 そしてそのブレードの回転の軸になっている部分をローターと言います。そして本体から伸びているこの腕の部分がアームと言いますけれども、まあそのまんまですね。そして足の部分に当たるこのスキットっていうのが膠着装置、またはランディングギアって言います。なおこの足の部分なんですけれども、試験の場合は この画像と違う足の場合がありますけれども、とにかく足の部分はスキット、膠着装置、ランディングギア、この3つは絶対覚えてください。もう1つ違う出題パターンがあるんですけれども、このスキット、つまり足の部分ですね、これを飛行中に収納できるタイプはどれかっていう問題が出ます。これはリトラクタブルギアと言いまして、または 引き込み客っていう問題で出るときもあります。これらの名前っていうのは試験に出ますので、この画面を一回止めて、このまま覚えましょう。あと、これはテストに出るかわかりませんけれども、このドローンの機体の中心部分から上に向かっている棒みたいなもの、GPS アンテナホルダーと言います。次へ行きまして、ところで、 この部位の名前って何だったでしょうか正解はローターと言うんですけれども、ドローンによってこのローターの数が違う種類があるんです。この画像ではローターが4つあるタイプですので、これをクワッドコプターと言います。ちなみに、さらっと説明はしてますけれども、この部分、テストに出る重要な項目です。ですので、 これからローターの数と名前を出しますけれども、それらは全部覚えてください。ローターの数が6個あるタイプはヘキサコプターです。前にクイズ番組でヘキサゴンっていうのがあったんですけれども、あれは六角形のことなんですよね。ですので、ヘキサゴン、ヘキサ6個って覚えてください。そしてローターの数が8個の場合はオクトコプターと言います。 なんで急にタコのような形のドローンが飛んでるんだと思われますよね。タコは英語でオクトパスと言うんですけれども、それはどうしてかと言いますと、タコの足は8本だからです。これで絶対覚えれると思います。あと、これはテストに出るかわかりませんけれども、一応出しておきますと、3つのはトリコプターと言います。 このローターの数と名称は出ますので、この画面一回止めて覚えてください。次へ行きまして、2番目は機体の動きです。私が持っているこのドローンとプロポ、まあ、送信機で説明します。なお、プロポには右と左に操縦する部分があるんですけれども、この左の部分を 上に押しますと、ドローンは前進します。なお、この画像では地面に置いてやってますけれども、空中に浮いた状態で前へ進んでいくという意味です。そして逆に下に押しますと、ドローンは後退します。この機体の前進後進の動きをすることをエレベーターと言います。なお、一般的なエレベーターっていうと、すぐ思いつくのが、マンションとか、 ビルの中にあるエレベーターですよね。あれを考えてしまうと、地上から上の方に上がっていくとか、下に下がるっていうイメージがありますよね。ですが、ドローンにおけるこのエレベーターっていうのは、前に行くとか、後ろに行くっていう動きなんです。では、ドローンが上に登っていくとか、下に下がっていくっていう動きは、どうやったらいいかと言いますと、このプロポの 右の部分を操縦します。この部分を上に押しますと、ドローンの機体は上昇していきますし、下を押せば加工します。そしてその名前はスロットルと言います。このスロットルという言葉を聞いて、バイクを乗ってる方だったらアクセルを吹かすみたいな感じのイメージありますよね。結局このスロットルっていうのは、 プロペラの回転数を上げることによって上昇するイメージですね。次は、プロポの右側の操縦するところを左右に動かした場合の動きです。これは、ドローンが浮いた状態を想像してほしいんですけれども、その状態で右と左に動きます。このように機体を左右へ移動させる動きをエルロンと言います。 そして動きとしては、これが最後なんですけれども、プロポの左の操縦するところを左右に動かしますと、ドローンはこのように旋回します。これをラダーと言いまして、機体を左旋回、右旋回にすることで方向を変えることができます。これで機体の動きの説明は終わりなんですけれども、 今までの図とか説明では非常にわかりにくいと思いますので実演で少し説明しますこのようにスロットルっていうのは地上から見ると上と下に移動することですこれはドローンの機体を 左右へ少し傾けることによって左右の移動ができることです。これをエルロンと言います。このように回転するのがラダーなんですけれども、今機体の正面がどっちかっていうのを常に理解してないと、なんかとんでもない方を行ってしまいますね。 これでドローン検定3級その2基礎知識と機体の動きの説明を終わります。ですが、公式テキストの内容を全てここで説明しているわけではありませんので、各自テキストを買って自分でも読んでみてください。次回の予告ですけれども、3は機体にかかる力、そして4は気象と風です。